見つけちゃいました。タイのジェットコースター、見てください。タイにもジェットコースターしっかりとございますよ。これ絶対怖くないっしょ。なんかさっきの乗っちゃったからもう感覚が狂っちゃって、何も怖くないような感じになってきて、これは楽しいだけ。もう乗りに行きましょう。早く乗りたくなってきた。พร้อมครับรอบนี้มาลุยกันเลยครับ Let's go Let's go さあ動き出しました。おー、足がチューブラリンだからちょっと、さあ上がってく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 、さあ上がってくぞ。これで落ちるんだったら怖いけど、落ちないから多分怖くないはず。楽しめるはず、単純に。ああいいね、景色が。ああこっから落ちるやつはめっちゃ怖いけどね、落ちないから。ああだけどやっぱ高いから怖いな。ああ高いところ、そうだ、高所恐怖症だったんだ俺。ああやばいやばい、そうだ、高所恐怖症だったから落ちる落ちない関係なく怖いわ。ちょっと待って、あやばい、すっげえ景色怖い。ちょっと待って、景色怖いわ、景色が怖かったわ。やべえ、そうだ、景色が怖いんだよ。やっべ、超怖い、下下超怖い、下超怖い、落ちそうじゃん。この景色、この景色怖いな。あだけどよかった、落ちないから。あだけど下見えんの怖い、下見えんの怖いな、ちょっと。あだけど、あちょっと下が怖い。あすごい、すげえスピード、すげえスピード、すごいスピード、すげえスピードすごい。見つかりそう、もはやもはや見つかりそう、怖い、足が、ということで、ただいま乗り終わりました。僕 GoPro で撮ってるんで結構声出すんですけど、隣に乗ってたタイの方にめっちゃ笑われました。どんだけ一人で喋ってんだよって。そう、隣の人はカメラ撮ってるって知らないから、もう一人でずっと叫んでると思ってるわ。いやだけどね、これは相当面白かったっすね。空中に浮かんでる感じで、ほんと下足ブラブラさせながらね、スピードで、ね、駆け抜けていく感じ、これ最高。その割にはビビってたけど、スピードが速くなればなるほど高所恐怖症だったこともね、ぶっ飛んでったね。これ楽しい。またね、いつか来たらね、乗りたいっすね。動画最後までご覧いただきありがとうございました。オルタナのチャンネル登録、そして動画へのグッドボタン、最後に関連動画もぜひチェックしてください。そしてオルタナには他にもセカンドチャンネル、アイアット公式アカウント、 Twitter アカウントがあります。 URL は全て説明文に載ってるので、全てフォローして君もオルタナになってくれ。オルタナは2015年登録者数10万人を目指しております。ぜひ周りに YouTube 好きな子がいたらオルタナ広めてくれると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。